佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。はい、ネクストトゥモロー、今週も聞いてくれてありがとうございます。佐藤飛鳥です。なんとですね、ネクストトゥモロー第50回目を迎えました。毎週楽しみに聞いてくれてる人、本当にありがとうございます。私もこんなに続けられると思ってませんでした。で、言ってないでね、100回目指して頑張りたいと思いますので、今後も、皆さん聞いてください。グッドボタンとかね、たまに押してくれると嬉しいので、ぜひバンバン押してください。よろしくお願いします。今ですね、2月の28日の金曜日ですね。なんと、私は東京秋葉原の方でアンダーザ秋葉原インモグラというイベントに出演しております。今絶賛レイナちゃんが歌ってると思うんですけどもね、ぜひ、見に来れるよっていう人とかねいたら、ぜひ走って秋葉原まで来てくださいな感じで、今週も、どういう話をするかと言いますと、クロスオーバー取説ですね。今週は、高瀬さん、作曲の、誰かのために高く飛べたらを紹介します。そして、佐藤飛鳥豆知識のコーナーと、私のオンエア楽曲を紹介していきたいと思うので、最後まで聞いてください。じゃあ記念すべき50回目スタート。クロスオーバートリセツ、今週は、高瀬さん楽曲、誰かのために高く飛べたらです。この曲はですね、最初2番目に、グローアップの次にデモが上がってきて、そこからレコーディングをするまでに歌詞が全然書けなかった、難産だった曲ですね。結局レコーディングはこの曲最後に撮りました。なんでこう迷っちゃったかというと、まあ、最初に聞いた印象はすごい走ってる、坂道を走ってる女の子とか男の子とか青春な楽曲だなと思いました。で、第2にデモが上がってきた時に、皆さんも、知ってると思いますけど、川田真美さんのジョイントとかね、の楽曲のギターを弾いてる尾崎武史さんのギターが入って、デモが来たんですよ。その時すごい、めっちゃかっこいいと思って、この曲は絶対にいい歌詞にしたいって思ったんですよ。
思いすぎちゃって書けなかった、そんなプレッシャーに負けた私がちょっと負けかけた、そんな曲なんですけど、でも私の中でこの曲はすごいストレートに歌詞が書けましたね。1番で出てくる、なんだろう、みんな疑問に思ってると思うんですけど、私はイカロスのようになれないっていう歌詞があるんですよ。なんでそんな歌詞を書いたかというと、イカロスって皆さん知ってますか、神話で、まあイカロスの羽は片方しかないんですよ。でなんか太陽にこう近づいちゃうと燃えちゃうから君飛べないよって、あと海もダメだよって言われてたんですよ。でも、イカロスは、いやそんなん知らないよ、俺は空飛びたいんだ、太陽に近づきたいんだって言って飛んでくるんですよね。それで燃えて海に落ちるで死んじゃうっていう話なんですけど、でもそれってすごく勇気がいることで、だって死ぬって言われてることって人間したくないじゃないですか。私も、はいビルから飛び降りてください、死にますよ、じゃ無理ってなるじゃないですか。それをやってのけたイカロスってすごいなっていう気持ち。でもなんかその歌もそうで、絶対成功するとか夢もそうですね、なんか本当に絶対成功するっていうのが決まってないじゃないですか。そこの中に飛び込むっていうのってすごい勇気がいることだなって最近すごく思っていて、その自分の迷いとか葛藤とかね、あの A メロの部分とかは、空を見上げてなんか眺めてた、いい天気の日に眺めてた、飛行機雲を今も覚えてるよって追いかけようっていう話から始まるんですけどもね、なんかその飛行機雲っていうのはある意味私の中の鳥の歌でこれねちょっとこう話が逆転しちゃうんですけど、鳥の歌聞いてた時代いいなすごいなと思ってた人と、今すごい編曲をやられてた高瀬さんと一緒にこうやって曲を作れてて、でなんか自分の中で追いかけてるけど、まだその素敵なあのねボーカリストさんには追いつけないなっていう葛藤とかね、そういうのを歌詞にしましたね。でもね、歌い続けていればきっと何かしら縁があるんじゃないかと思って今までやってきてたので、そういう自分の前向きな気持ちやマイナスな気持ちもすごい歌詞にぶつけてみようって書いた曲です。で最後の行けるさその先へはもう行くぞっていう遠くに飛ばす気持ちでね、もうレコーディング4日間ぐらい続けてたので結構声が出なくなってたんですけど、でもここはもう振り絞って最後までやるぞって思いながらレコーディングをさせてもらいましたね。ねこの曲のタイトルはどうしようかなみたいな、最初なんか Do it とかだったんですよ、できるよってだったんですけど、どうしましょうって高瀬さんに言ったら、もう誰かのために高く取れたらいいんじゃないって言ってくれて、あじゃあそうしましょうって言って高瀬さんと一生懸命決めました。うん、そんな私にとってはすごく歌詞に思い入れが深くて、自分でいろいろ考えて、ね、石山通りの喫茶店で書かれたんですけどね、はい、みんなにも少しでもね勇気づけられたらいいなと思って歌詞を書かせていただきました。そんなこんなで、はい、今ね曲振りを忘れてたことを気づいてしまったんですけども、はい、聞いてもらってます。そんな感じです。はい、また質問とかあれば、リプの方をくれればまたラジオで話したいと思うのでよろしくお願いします。クロスオーバートリセツのコーナーでした。佐藤飛鳥豆知識ででんということで簡単に、話していきたいと思います。私ねお風呂の中で結構豆知識を調べてみようと思って調べたんですよ。でこの間も映画も行って、なんでポップコーンを映画館で食べるのかっていう話ですよね。その話を、ちょっとねメンタリスト第5風に早口で話していきたいと思います。なんで食べるようになかったかというと、まずポップコーンっていうのは、捕鯨船ですね、あれですよ、クジラを取る、漁船の人がおやつ代わりに食べてたものなんですよね。それが、伝わってアメリカの方でこう浸透してったんですけど、最初映画館側は無音の映画だったんですよ。だからその食べ物をパリ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 食べるっていうのが許せないっていうのがまず一つと、あと、まあ、結構ポップコーンって最初高価なものだったので、そんな高価なものだったっていうのと、あと
映画館が結構お高いとこだったんですよね。誰でも今は行けるっていうとこだけど、じゃなくてなんかそのなの、ま、お金持ちたちが楽しむものだったので、でそんなところにね、そういうなんかポップコーンみたいなやつは置きたくないみたいなね、あの実は映画館的には結構アンチ勢が多かったんですよ。でもそこでもなんかちょっとやってみようぜみたいな感じで、やってみようぜっていうか、映画館でそのポップコーンを広めたいということで、近くでね、映画館の近くでポップコーンを売るようになったんですよ。ただそれがバカスコ売れて、なんかこう隠しながらポップコーンを持って映画館をで楽しむっていう人がすごい増えたんですよね。なんだこの野郎とアンチ側は、いやポップコーンなんて食わないでくれって言い始めるんですけど、その時にまあ映画館で売っていたキャンディーとかの、砂糖の値段が高騰するんですよね。高騰することによって、うん、どうしようかなみたいになって、じゃあポップコーン入れますかって言って入れたら、なんと売り上げが上がったんですよ。でポップコーンが流行りだしたっていう話ですね。でなんか自動でこうポップコーンを作る機械とかも導入されて、まあ単価が安くて、みんなが食べやすくてっていうのが、そういうそれでポップコーンが流行ったらしいです。でポップコーンをこう食べるっていう習慣がついたらしいです。ね、そんな感じです。はい、皆さん勉強になりましたね。はい、知識をひべらかして行きましょう。はい、佐藤飛鳥の豆知識のコーナーでした。佐藤飛鳥オンエア楽曲、今週はですね、バースデイブにしようかな。バースデイブ聴いてください。バースイブ聞いてもらってますけども、3月はイベントですね。今決まってるのは、音北ラジオの方が、決まっております。3月の9日朝方ですね、朝方の4時から、放送しますので、ぜひ音北ラジオ、聞いてもらえたら嬉しいです。詳しくはツイッターの方で、書きますのでよろしくお願いします。そして、今のところですね、多分決まりなんですけど、3月の20日ですね、エルマンゴさんの方で19時から、歌わさせてもらいます。そちらの方ですね、ピアノをね、一応ピアノと一緒に、歌おうかなと思ってるので、そちらの方もお楽しみ。そして4月も実はイベント決まっております。詳細の方ツイッターの方で載けるので聞いてください。ちょっと長くなってしまいました、今週もごめんなさいね。あの競馬屋さんごめんなさいっていう感じなんですけどもね、皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。明日につながるキーワード、今週はガラナ。皆さん北海道の限定のガラナ、私は北海道ハスカップガラナっていうのをこの間飲んだんですけども、すごく美味しかったです。ガラナね、飲んだことない人ぜひ飲んでみてください。私はすごく大好きです。北海道土産にぜひどうぞということでね。はい、皆さんいい音楽とともに、また来週も聴いてください。 See you next tomorrow! 佐藤飛鳥でした。